ヤッホーこんばんはこんばんは <laughs> おいっぱい見に来てくれてるヤッホー <laughs> はいということで本日は私田村マ優が担当いたします <laughs> いつぶりだろう私の行日でも私割とあれだよね定期的にやってる気がするどうですか皆さん すごい！みんながこんばんは。って言って。くれるはいまあ、とりあえず一番最初にやることをやっていきたいと思います。まずはですね。のぎおび選手権をやりたいと思います。イエーイ拍手 <laughs> はい。あ、ごめん。間違えた。<laughs> みんなごめんね。 一個抜かしてたみたい。えっとね、前回メンバーからの宿題があります。<laughs> すいません。<laughs> はい、ということで、じゃじゃーん。<laughs> えっと、最愛のマユタンへ、マユタン史上最高に可愛いブリッコが見たいな、カキフォルテということで。カ <laughs> キフォルテさんフォルテさんだって。みんな誰かわかるフォルテさん。<laughs> しかもさ、ごめんね、この宿題する前にさ、 みんな気づいたここ「最愛のまゆたんえって書いてんの <laughs> すごくない私カッキーに「最愛」って言われるんだよ人生最高だねカッキーに「最愛」って言われるなんて <laughs> いやカッキーじゃないのかフォルテさんかカッキーフォルテさんから「最愛のまゆたんえもうここいっぱいいとくね「最愛のまゆたんえって言ってますじゃじゃん <laughs> はいということで まあね、そのフォルテさんのお願い。まあ、ユタたン史上最高にかわいいブリッコが見たいなということでえ。どうしよう、何しよう。え史上最高に。あ、じゃとりあえず一回ブリッコってことでこれつけとこう。近くにね、置いといたんです。じゃじゃん。猫のかぶり物。<laughs> はい、じゃあ。 あのカッキーがさ最近よく私のモノマネをする時にする「あの帰りたくないな」<laughs> やりますかじゃあ私がカッキーにこの間私と弓木直央とかキハルカでご飯行った時に言った「帰りたくないな」行きます <laughs> ましゃべってますああもう帰るうーんうーんええー まだ帰りたくない。はい、これです。<laughs> これを柿遥にしました。<laughs> どうオッケーみんな。どうですかまだ帰りたくない。柿の家行っていいって <laughs>。やってました。<laughs> 似てる <laughs> いや、これ本気なんですけど。<laughs> まあねカッキーとね弓木という時は基本的に私どちゃくそにふざけまくってるので <laughs> このなんていうのなんていうんだろうね変な声にしちゃうんですよね「素 <laughs> じゃない「素、うん、の「うん変わりたくない」とかじゃない「変わりたくない」<laughs> これですね どうですかかみんな満足いたたししましたかま脳、あ、天頭突きは、あ、脳天頭突きじゃない、脳天甘いは、あの、かきはるかにしかしないので、ごめんね、みんなには見せれません。ごめん。か <laughs> きにしかしない脳天甘いなので、ごめんね、それはちょっとお見せできないんですけども。まあ、帰りたくないよ、の声だけお届けしてみました。<laughs> はいということで宿題終わり <laughs> はいということであのさっき間違えたねのぎ選手権に行きたいいと思います <laughs> えっと全部黒の状態で並んだオセロの盤面を片手に持ちもう片方の手でオセロを全部白にひっくり返すまでのタイムを競います。 週の中で最も早く片手で全部ひっくり返せた人に素敵なプレゼントが贈られます。ということで。えっとですね。じゃじゃん。今のところ、カッキーが1位ですね。梅さんとカッキーがやって、カッキーが勝ってます。ということで私は23秒57を切ればいいということですね。頑張ります。<laughs> 任せてください。ということで、よいしょ。 じゃあじゃんこれどっからやった方がいいの下からの方がいいかな。じゃあやっていきたいと思いますよーいスタート <laughs> あ、意外とむずいえな,るほどなるほどねなるほどねあ、いいじゃんいいじゃんえ、やばい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 え、これ枠からはみ出てるけど <laughs> 気にしないでいいみたい今どんぐらいなんだろうこれ早いのかなあ、やばい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 ,いいっ待って待って待ってすごい真ん中むずい いいペースいいペースいいペースあいや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 こっちからもやりやすいあいっ <laughs> どうだ <laughs> どうみんな早かったかなあ、ま、ちょっとこっちからの方が <laughs> こっちからの方が楽だったなっていうのと <laughs> まあ一回まあ一回ね書いてからみんなで発表しようかなじゃあ 梅かきってきたのでタムにしとこうかな。えっと。<laughs> うんうんおーなるほどね。じゃあ、はい。<laughs> 私の記録。じゃじゃん !32 秒24 <laughs> あ。あれあれおかしいな。 うかじゃない <laughs> 23と32え逆じゃないんだこれあすごい私が文句言うから見せてきました <laughs> 間違えてないよっておかしいなあれカッキーどん、うん、めっちゃ速くないじゃんカッキーふーんふーんふーん まあ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 。まあこれはね別にね、日常的にやることじゃないんで。<laughs> まあ残念ってことで <laughs>。立て、立ててやるからどういうことだいたい立ててやるんじゃないのどういうことだあ、あ、こうやってやってるからってことあ、みんなこうやってやってたのあ、やべ、ほら私のさ、みんなに対するさ <laughs>、みんなが見やすいようにっていう気持ちがさ、 出ちゃったよね。<laughs> 優しさじゃんその。こうやってみんなに面を見せてさ、やってたのは。え、じゃあさ、絶対私さ、こっちでやったらもっと早いってことじゃん。<laughs> みんな、先に言ってよ。<laughs> 見やすかったありがとうだって。<laughs> どういたしまして、まあ1人ぐらいねこういうふうにやってますよっていう人がいてもいいよねっていうことで <laughs> まあ私の今週はちょっとダメだったよっていうね感じでしたけどもってことでもうねやることだいぶねもう終わっちゃったからねもうフリートークです <laughs> 皆さんどうですかあそうだねまずは5月の11日12日にやりました山下さんの卒業コンサートがありましたけどもみんな見に来てくれたのかなどうだろう 見に来たかさすがに配信もあったもんね配信もあったから配信で見た方もいたと思うけど「あ行ったよ」だってなんかさ本当にさすごい思ったのがさあのー、今回その山さんの卒校の時にさみんなでウサ耳とかつけてたじゃないですか <laughs> 今まで それが可愛いっていうのは分かるじゃん。もう、うさみ見つけた女の子って可愛いじゃん。でもそれをライブでやるってあんまりなかったから、しかも、なんかユニットとかさ、なんか少人数での場合はあったかもしれないけど、そういうちょっと可愛い加工したりとかってね。全体、みんながさ、一斉にさ、うさみ見つけてさ、<laughs> あの、ステージにいるっていうのがさ、最高に可愛かったね。裏でもね、 あのみんなね可愛かったのそれぞれの耳のつけ方みたいのがあってさすごい可愛かったなんかうさぎがいっぱいいるって思って <laughs> すごいね可愛いいの渋滞でしたね宿題もうやったの誰か教えてもうやったよ <laughs> ごめんね一番最初にやっちゃったよということで そうだね、みんなかわいかったよなあれねあら真優さんが一番可愛かったよって <laughs> ありがとう君さては私のファンだね <laughs> 嬉しいですよ確かに私はあの猫ちゃんが大好きだから猫耳みんなにつけさせたいな <laughs> マイク歯にぶつけてたねだってそうなんですまださオープニングのさ MC でさ歯ぶつけるんだったら まあいいよなんか最後のまとめみたいなさ <laughs> MC の時にさやっちゃってさ、はあ、なんかねそういうところあるよなって思った <laughs> あのー、レイちゃんの舞台の鴨川ホルモンの時のあのー、最後にさトークショー出させていただいたんだけどその時もさ未だに見いぐりとかで。 なんか言われるんだけど <laughs> 帰り際にペットボトルと椅子を蹴って帰ってったねって言われるのそうなんです <laughs> 私本当にに何だろうねドジっ子でもないけどなんかダメだよね <laughs> そういうところあるよなと思ってごめんねでもみんなはそこも可愛いねって言ってくれるからありがとう <laughs> みんなのおかかげで助かってる。梅 <laughs> さんにブリいじりされてるの好き <laughs> そうなんです梅さんは私のことをブリって言うんですよあでもごめんねみんなブリって梅さんだけの言い方だからごめんね <laughs> そう梅さんは私のことをブリちゃんって呼んでくれて最近ブリか <laughs> なんか本当に最近すごく思うのが こうやって、乃木帯とかしてるときも、ふざけて、ふんふんとかやるけど、なんか裏の方がやっちゃうっていう、もう意味わかんないよね <laughs>。ダメだなって思うけど、裏とかスタッフさんに対してとか、別に私はそんな意識してなくて、本当にナチュラルに出ちゃうんだよね。え、ありがとうございますとか、なんか言っちゃうから、 なんかかか取り憑かれてるのかな <laughs> 本当にそう思うねえびっくりだよね <laughs> 自分でもだからいつもカッキーも言ってたけどもうすごいカッキーの話してるね私今日 <laughs> カッキーも言ってたけどなんか最近日常的プライベートでなんかたまになんか「またやっちゃった!」ってずっと一人で <laughs> 自分に突っ込んでる <laughs> またやっちゃったよ、もう。っていうのを、ひたすらにやってて、それをカッキーとかユミギが、なんか、ニコニコしながら見てるっていう。そうこないだカッキーのさ、おうちに遊びに行った時もさ、なんかカッキーがドアをね、あの、扉、自分家の扉をパラッって開けた時に、やったーってこう、なんか跳ねちゃって、またやっちゃったーって <laughs>。もうなったんだろうって <laughs> ね。ねえ。 まあでも、好きな人だからやっぱりカッキーって、私の、好きな人の前では可愛くありたいよねっていうね、現れたね、これは <laughs>。きっと。きっとカッキーの前では可愛いと思われたいから、ぶりっこしてるんだと思います <laughs>。本能的にあざといが出てんのかもね <laughs>。今書いてあったけど <laughs>。ね。あ、面白いほんとすごい何これ <laughs> そんなのあるの 面白い女ってやつ出てきたんだけど。え、私とカッキーが大好きなやつじゃん。こないだもそれ言いやってた。ん <laughs>。面白い女って <laughs>。意味わかんないね。プライベートで言うこと絶対ないじゃん、そんなこと。<laughs> 日常的にね、そんなことを言い合ってますけども。カッキーの家で何したの何したっけ、その時。あの、その3人でご飯行った日に弓毛がお先にお仕事があるから次の日帰って、 で私がカッキのお家に遊びに行ったんだけど何してたかななんか本当にただ喋ってたカッキーの家で喋 <laughs> り足りなくてなんかそのご飯会もお仕事終わりに行ったんですよお仕事終わりに3人一緒のお仕事があってあそうだよね確かであって3人であのご飯行きたいねってなって私が 行きませんかっておそれをして行ったんですけどなんかも大好きだからもうカッキーもユミキもめっちゃ喋りたくてそれで私がカッキーに行ってもいいですかって聞いて「いいよ」って言ってくれたから遊びに行って何時かな3でも本当に夜中まで喋って。 帰りました。<laughs> そうそうそう。でも、こないだも、お仕事終わりに、た、今度私のお家に、あの、弓木と、カッキーと、レイちゃんと、あやめが来て、もんじゃパーティーしました。<laughs> 楽しかった、もんじゃパーティー。 私のうちにね奈緒が誕生日にくれたホットプレートがあったんですけどそのホットプレートねやっぱ1人だとさ使う機会ってあんまないじゃないですか <laughs> ホットプレートとかってだからなんかみんなで集まってなんかそういうパーティーみたいなのする時に使おうって思ってずっともらってからあの使えてなかったんだよそれをようやく使いました おが焼きそばとか作ってくれて私とカッキーがもんじゃの材料の,あの混ぜたりとかしてでれいちゃんが焼いてくれてあやめはその隣でお菓子を食べてました <laughs> 可愛かったなすごい楽しかったその日もねすごい本当にいっぱい喋って いろんな話してめっちゃ笑いました <laughs> 楽しかったまたやりたいなあやめはそれでいいのよ <laughs> 確かになんかお買い物をするときもさ私とカッキあれ必要だねあれどこにあるみたいな探してれいちゃんとあやめは基本お菓子とか <laughs> をカゴの中にボンボン入れてきて え、これ食べるって。ん、食べる食べるって言ってて。なんか、子供を座ってるお母さんってこんな気持ちなのかなってちょっと思ったよね。そう、スーパーとかでお菓子とかをさ、お菓子とかデザート系を、そう、カゴの中に入れてきて。<laughs> すごい可愛かった。そう、小学生みたいだった、本当に。ね。 でもそれがねまた何かか可愛かったからみんなに共有しとくね <laughs> そうそうそう確かにあやめあでも同期といると妹感出ちゃうあーでも確かにそうかもねなんか大人っぽいイメージ強いもんねあやめって基本的にしっかりしてるし本当にしっかりしてるし何だろう喋り方とかもさなんおっとりしてるけどちゃんと喋るから <laughs> そうでも結構私とかそれこそレイちゃんとかねと一緒にいる時は結構はしゃいでるイメージあるかもすごい楽しかったな次は何パーティーしようかなでもたこ焼きパーティーもしたいしあと普通にお鍋もしたいしそう私栞里ちゃんちで。 餃子パーティーもこれはね、あのー、この間のさ、工事中で、初めてしおりちゃんの餃子食べて、本当に美味しくて、<laughs> びっくりするぐらい美味しくて、足んなかった。私は二つかな三つか二つ食べたんだけど、もっと食べたいってなっちゃったから、次はしおりちゃん家で、餃子パーティーでも、 しようかな。勝手に <laughs>。勝手に言ってますけど。しおりちゃんいつでもおいでって言ってくれるから、ちょっとお互いのお休みとか、まあ、お仕事の終わりがね、早い日に行ってみようかな。<laughs> あ、ところで、宿題考えたっていうコメントがありました。まだ考えてないです。考える私、遅いもんね、いつも。 さすが私のファン。私のことよくわかってる。ということで、まあ、とりあえずね、次回のメンバーさんへってことで書きたいと思うんですけど、ちょっと待ってね。次回のメンバーへ。皆さん何がいいですかでも今回さ、これだったじゃん。眉、ま、端市場。 最高に可愛いブリッコが見たいなだったからみんな何がいいですか私ほらいつも時間かかっちゃうから何かな今えっと5月あでももう6月になるん、ね、でもうちょっとで早っ何だろうなうんー難しいね同じのでもいいよ <laughs> まあ、みんな的にはさ、やっぱりブリック見たいじゃん。メンバーの。しかもさ、普段ブリックしないメンバーのブリック見たいよね。<laughs> 私もそれはすごく思います。え、いいかなえっと。今までやってきた中で、ん難しい日本語。考えてみんな、日本語。<laughs> なんて書こう。史上最高メンバーの あざーす <laughs> みんな、なんだろうな、じゃあ。が、みたい。なーにするか。全く一緒、もう。<laughs> まゆたんを抜かした、これにするどう私、あんまり、他のメンバーに対してこういうのを変えた記憶ないからな。どうですそうね。限界突破。<laughs> まあまあまあみんなメンバーは絶対怒んないでいてくれるであろうって信じて <laughs> はい書きたいと思います「以上最高に,にかわいいぶりっ子が見たい」 大変だね。私はさ、もういっぱいやってるからさ、<laughs> なんてことないけど。リコが、みたいな、ごせいちゃんとかだったら、レクでやってくれそうだ <laughs> はい。次回のメンバーへ。 史上最高に可愛いブリっコが見たいな。どうでしょう <laughs> あ、しないは NG。確かに。しないは NG。はい、書いときました。<laughs> もう逃げられません。確かに3期生さんだったら、あたし、どつかれるかもしれ裏で。<laughs> ちゃったーって言われるかもしれないけど。 まあでものき呼びですから可愛 <laughs> い,いことをしてくれるであろうと信じてます <laughs> いい感じですみんなからはすごい絶賛の嵐なんだよねファンのみんなからはね <laughs> でも次回、まあ、メンバーが誰かによりますけどまあしないは NG って書いたんで絶対してくれると思います <laughs> ああどうしよう危ないなあ ちょっと私だってこと書かなければよかった。ねえ、みんな。半思いな、まゆたん。<laughs> そうなんです。みんなのためを思って、みんなのために書いたんだからね。怒られるのはみんなだよ。<laughs> みんなが書いてって、みんながそれがいいって言うから、私は断れなかった。みんなのその思いを。だから、怒られそうになったら、いいや。あ 断りませんでした。ごめんねって言います。<laughs> 責任取るからさ、だって <laughs>。<laughs> 面白いみんな。ありがとう。あ、スクショタイム。そうだねみんな。じゃあ、せっかくだし、この子かぶって、スクショタイムします黒髪にしたから。 合うね <laughs> いい感じはいまばたきしないからみんな今のうちにお、はい。どうでしょうあ動くなってあれだよね動くないよな <laughs> スクショタイムなのにそんな動くないよなよね <laughs> どうでしょういいよありがとうお許しが出ました。え、すごい今日めっちゃ順調なんだけど。いつもさ、あの、宿題決まらなくてさ、最後にみんなにほらーみたいな感じで言われるのにさ。<laughs> え、リアルミーグリ行ったようだってありがとう誰だろうちょっと名前見れ、見れなかったの今。ありがとう。髪色ちゃんそうなのなんかさ、染めたばっかの時はさ、 本当に真っ黒だったんだけど、今ね、だいぶ落ちて、なんかナチュラルな髪色になった気がする。まあ、これはこれで可愛いよね。なんかそう、なんか今日なんかそうが多いんだけど <laughs>、みんながさ、思った以上に黒髪好きなんだなっていうのにびっくりした。私ほら割とさ、茶髪とか明るめのイメージ強かったと思うんですけど、 だし私自分のこと家ベだと思ってるからなんか茶色とかの方が似合うなーって自分では思ってるんですよでも、まあ、気分転換に髪色を暗くしてみたらなんか思った以上にみんなすごい黒髪もうずっとそれでいてみたいな、あのー、言われて今後の髪色の指定が入ったので <laughs> そうそうそうだからまあまあ飽きるまでは 暗めでいようかなとは思いますけどまあ私も黒髪気に入ってるので <laughs> はい当分は黒髪でいたいと思いますみんな良かったでしょ <laughs> はいということであでもまだ大丈夫だまだ時間があるえー、どうする何喋る <laughs> 自然に色落ちするの楽しんでお素敵な言葉をありがとうございますそうだねまあ 今の色ぐらいがナチュラルなのかなでもね。<laughs> 髪、耳にかけてください。いいよ。お両耳にするか、じゃ見て、今日のね、ピアサー。こう見たことある人もいると思うけど。ハートなんです、実は。見えるかわいいでしょ隠しハート。<laughs> はい。 <laughs> かわいいっすありがとうございますねこんな感じですと何何リアンミでアニメの話ができたおアニメあ待ってじゃああの私さ基本的にさあのアニメ勢なんですよ漫画も好きだけどアニメの方がよく見るというか漫画は読むけど ものによりって感じなんだけど「怪獣八号」が面白すぎて続きが気になりすぎてあの漫画で読んじゃいました <laughs> すごくすごく面白かったですっていうのとあとあの私がさ多分アニメの話をよくするファンの方は知ってるかもだけど「桃源暗記」っていうさ漫画が面白いから読んでって、まあ、数名の方に多分言ったんですけどなんと「桃源暗記あの」アニメ化が決定いたしました。 最高ありがとうございます <laughs> 嬉しい本当にねえ。まさか自分が好きで読んでた漫画のアニメ化が決まって最高 <laughs> 楽しみということで、こんな話をしてたらなんともう時間になってしまいました。えっとですね、よいしょ。どこだあ、もう閉めるしか書いてないんだ、これ。<laughs> <laughs> はい。ということで、もう締めたいと思います。本日はありがとうございました。皆さん、あの、夜ご飯いっぱい食べてください。<laughs> バイバーイ。